こんにちは、ジャムです。今回は、スイカゲームね、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。よろしくお願いします。さて、行くぜ。最近ね、なんか、スイカ自体は、昔に比べれば、コンスタントに作れるようになってきたなと思ってるとこなんですが、まあ、そこからね、次のステップとして、ダブルを考えた時にダブルはねなかなかまだ遠そうだなと思っていたり、するんですよね。まあダブルをするためにはねもうスイカ作った時にもうちょっと下きれいになってる状態じゃないと厳しそうだから、まあそうなるとね、床をね片付けながらうまいこと作っていくってなるとどうすればいいんだろうなみたいな、ことをね思い始めるわけなんですが、まあそこはねちょっとまだもうちょっとレベルアップしないときついかなと。いうことでね、まずはね、ちょっとスイカを、ほんとね、コンスタントに作れるようにしていきたいなという感じですね。これはオレンジ、イチゴに、イチゴじゃない、リンゴにしていく。そして、これ一旦こっち置いて、で、リンゴの上に柿置いて、これをちょっと育てたいな、みたいな感じですかね。これワンチャン右に、右じゃない、左にね、転がってくれないかなと思ったけど、ちょっと転がらなかったですね。そうなると、次は、これくっつけて一旦リンゴにしようか。さあ、そしたらね、ちょっと、次柿か。じゃあこれ一旦なしにしましょう。で、ここでまた柿作って、オレンジ落としてイチゴ落として、ただ柿がここできちゃうか。これだったら一旦こっちリンゴにしといて、でこっちはオレンジで回収していきましょう。でこれちょっと桃同士くっついてほしいな。くっつかないかな。こっちから押しますか。押せてるようで押せてない。オッケー、パインになる。パイナッポアッポペン、パイナッポアッポペン的なやつになる。これブドウどこ置く？とりあえずここに置いとくか。ちょっと左側に行ってほしかったな。左側に行ってくれれば隙間から落ちた時にあのブドウとくっつくかなと思ったんだけど、しゃあない。これはこれでこっちから育てていきますか。で、ここくっつければ梨まで行きますね。で、また梨の上育てましょうという感じかな。で、一旦リンゴ。で、オレンジはこっちに置いて、ただそうか、そこに入っちゃうか。で、柿こっち置いて、一旦チェリーこっち。で、そこくっつけていって、チェリーこっち捨てておく。これね、ちょっと柿同士が、あの二つでくっついてほしいな。ちょっとこっちから押すか。なかなか思い通りにいかないもんだね。でもくっつきそうかな。いけ、おーしよしよし、桃まで来ましたね。ただね、こうやってね、押し込んでくっつけるをやると、結局押すために使ったやつが下でね、どんどん溜まっていっちゃうことが多いので、ちょっと今のタップミスですね。チェリーが真ん中落ちちゃった。なかなかね、押し込んでくっつけるみたいなのをやってると、足元がね、綺麗にならないで、ちょっと今のタップミス多いな、今日。指がね、たたって触っちゃうんだよね、画面に。これは一旦ここ置いて、チェリーくっつけてイチゴにしちゃいましょうか。そうだね。これ一旦上に置く。で、オレンジ来たら、これで梨ですかね。で、ちょっとあそこのイチゴ回収したいな。一旦ここ置いて、で、これ梨にし、ダメだ。梨じゃなくて、柿にして、イチゴがね、下落ちてくれるかなと思ったんだけど、落ちないね。次柿なので、一旦こっちくっつけてからこっちを吸い上げて、で、リンゴ、オッケー。イチゴ落ちてくれて、ブドウにとりあえずなりましたね。ただブドウになったからといって、間に挟まってることに変わりないから、もうちょっとなんとかしたいな。こっちも育てて、これ、梨、そっちの梨くっついてくんないかな、これで。ダメか。これまた乗らないやつでしょ？乗らないやつだからこっちだな。
ちょっといちご、おっとっとっと、うまく乗り越えてくれたね。くっついて一気にメロンまで行った。となると、あと一個メロン作りたい。ここくっつけて、これもリンゴにして梨、桃まで行く。ちょっとやっぱり足元が散らかってるね。まあ、ただ桃の上でね、ちょっともう一個、桃作ればパイン。で、パインがもう一個できれば、スイカが見えてくるよということで、頑張ってくっつけていきましょうか。これチェリーチェリーだから、一旦ここでブドウにして、オレンジにする。で、リンゴになる。オッケー。これイチゴ端から落としといて、で、これ柿ですね。ほい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 。そこはね、ちょっと、あのイチゴ同士でくっついてほしい気がするんだけど、まあでも置くとこないか。これくっつけちゃいましょう。で、これは、まあちょっとこっちでくっつけて。はい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 。梨になりましたね。そしたら、これを柿にして、オレンジオレンジで、またリンゴになる。これはリンゴの上でもう一個リンゴが作れれば、梨とくっついて桃になって、どんどん先へ進めるよと。ここに柿落とすと、ちょっとグレープ、消せないと厳しい。オッケーオッケー。これは運が良かったね。シンプルに。パインまで行った。そしたら、パインの上でもう一個パインを作れば、とりあえず、スイカ達成ということになりますね。あー、ちょっと、それは落ちてっちゃう。あー、これ落ちてったの良くなかったな。今、チェリー来るのかよ、しかも。まあ、しょうがない。こっち落として、ここはここで一旦柿作って、これ、あれかな？あ、ダメだ。ちょっと、右に転がって欲しかったな。まあ、しゃあない。これ、ちょ、間に挟まる。厳しいな。まあ、でもこれはくっついてくれたか。オッケー。リンゴになった。で、柿置いて、ぶどうぶどう置いてオレンジ。次も、いちごいちご連続だから、まあ、とりあえず、ぶどうにしちゃうか。で、いちごさらに来る。これ、次チェリーだったら、まあ、ありなんだけど、おっと、そっちでくっついた。まあ、チェリー端置いとくか、じゃあ。で、これ、リンゴにする。で、いちご挟まってるのをうまく解消しながら、くっつけていきたい。一旦オレンジそこ置いて、で、ぶどうになって、このぶどうどうするかな。ちょっと間に挟まってるやつをなんとかしたいけど、まあ上でくっつけて、ここから改めて育てていきますか。柿になる。オッケー。間に挟まってるものとしては解消されたかな。で、オレンジオレンジ連続で落として、リンゴになって、これちょっと押しましょうか。まああんまり押さない方がいいよなって反省してたはずなのに、結局押してしまうという。で、また梨の上でね、ちょっと育てていきましょう。そうだね。まあちょっとこっち置いて、で、ここくっつけてリンゴになって、あー、ちょ。下から盛り上がってくるとちょっと困るね。ここに柿を置くでしょ。で、その柿に直接柿をぶち当てれば、オレンジここ置いちゃうと次柿が来た時怖いんだよな。まあでもオレンジ置いてオレンジで待つか。チェリーとイチゴは、結局こっち側に置いといて、あお、柿来ちゃった。これなんかオレンジ跳ねない？怖い？怖いけど、あー、ダメだった。最近順調にスイカ作れてるじゃないかって言ったけど、今回はダメでしたね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。